オディオプロサウルスは、白亜紀後期に、現在の北、アメリカに生息したアンキロサウルス科の、極竜類恐竜の属の一つである。化石は、カナダアルバータ州にある、恐竜公園層の下部の地層から発見されている。現在のところ、ダイアプラソリスアキュトスキミアス一種のみが、含まれている。ホロタイプ標本のオディオプロサウルスのタイプ標本は、長さ4.5メートル、幅1.7メートルで、 長さ3 5センチメートルの頭骨が含まれる。他の多くのアンキロサウルス科の属と同様に胴体に走行があり、尾の先は梱包になっていた。この梱包は互いに融合したいくつかの走行板から構成されている。ディオプロサウルスは1924年にウィリアム・パークスにより、頭骨と下顎を含む部分骨格であるホロタイプ標本ロム784に基づいて、 命名された。この化石は現在のカナダ、アルバータ州のレッドディア川近くにある恐竜公園層の底面から10メートルの高さの場所で収集された。復元された音、骨盤1971年に、ワルター・コームズはディオプロサウルスはエオプロケファルスの心山異名であると提案した。一般的には2種は同じ種であると仮定され、それゆえディオプロサウルスの標本は、 以前には、ユアプラセファラス・トゥーチューズのものと同定された。しかし、2009年にジャーナル・オブ・バータブロッドパレオントロジーで発表された最新の族の再記載ではこの族は正当な族であり、同義性はホロタイプと E いい・トゥーチューズの他の標本の断片的な特徴が元で提案されていることを示唆されると主張されている。 トンプソンへ通る。での系統解析ではこの両種が別種であることが確証されている。ありがとうございます。